中国5000年、その歴史の中でひときわ人々の記憶に刻まれ、そして後の世に語り継がれてきた物語がある。紀元3世紀、日本は卑弥呼の時代、中国は魏、蜀、呉、3つの国が互いに覇権を競い合い、荒ぶる勇者たちが戦場を駆け巡っていた。最強武将伝、三国演義。それがささやかな青年の意地の旅でも、風は律儀に話しかけた。人に埋もれて生きるのが嫌に思えて、季節季節に風を待った。いずこへと風が訪ねる、彼方へと風は答える。心に響く声で、青年のためらいをかき消せ。された時間の中、無駄遣いしないように、息を荒げきつい目のままで、風を持っておいてよ。馬謖将軍、何がおかしいのですか。芝居のことだ。山を囲むとはまるで死にに来たようなものではないか。角笛を鳴らせ、全軍出撃だ。突撃しろ。引く者は切り捨てるぞ。突撃だ。大都督、救援に来た欧兵軍を追い払いました。よし。父上、父上、食軍は水がなくなってからまだ1日も経っていないというのに、もう混乱し始めています。すでに一部隊が投降してきました。よし、ではすぐに山際に放火せよ。馬謖をますます混乱させてやろう。はい。よいか長官、馬謖が突撃してきたら一旦通して、その後すぐに追いかけるのだ。奴は必ず義援のいる右側の砦に逃げる。義援の姿を見たら必ず負けよ。はOh!
そこで王兵将軍が来てくれなければ今こうして生きてはいられなかったであろう。ひとまず烈龍城を守るしかありません。外邸は後で考えましょう。城を奪われたのか。はい。残念だ。私が上昇に提案した通り5000の兵で四五国から出兵していたら今頃我々は長安にいたはずだ。上昇、外邸からです。王兵が描いた婦人図が届きました。これは馬謖は我が軍を危機に追い込んでしまった。上昇、それはどういうことですか。馬謖は陣営を道ではなく山の上に築いた。もし敵に包囲され水の補給路を断たれたら数日で自滅してしまうだろう。外邸を失ったら我々の今までの苦労も水の泡だ。では私が馬謖に代わって外邸を守ります。よし容疑、では座りなさい。外邸に同陣営を築き防衛線を設置するかを説明しよう。よくわかりました。すぐに外邸へ向かいおっしゃる通りに陣を築きます。上昇、外邸と烈龍城を取られました。現在芝居は15万の大軍を率い夜国から我が軍の後方へ向かっています。もはや挽回はできぬ。全ては私の責任だ。これは天が我々に与えてくれた勝利だ。諸葛亮が初めから夜国を通って長安に向かっていたならば外邸であんな失敗などするはずはなかったのだからな。私の言った通り諸葛亮は神ではありません。いや、諸葛亮を見くびってはならぬ。奴が今どこにいるかわかるか。外邸を奪われたと知ってきっと剣閣へ退いたでしょう。そうではない、西条だ。ん？なぜ西条へ。諸軍はあそこに食料を蓄えている。食料があれば軍を立て直せる。西条を攻めれば食料を奪える上食へ攻め込むこともできるわけですね。お前もいささか進歩したようだな。この番組はタカラトミーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。芝居の予想通り諸葛亮は敗戦を知るとすぐに5000の兵を率いて西条に向かい食料を運び出し始めた。兵士の半数を食料運搬に充てたため城内にはわずか2500余りの兵士しか残らなかった。芝居が大軍を率いて西条から三十里まで迫っています。よし、わかった。君はこの命令書をすぐに観光将軍に届けてくれ。御意。上昇、観光がいるのは40里以上離れたところです。先に芝居の軍が来てしまうのでは。案ずるな。上昇、芝居の大軍は15万でここから20里まで迫りました。この命令書をすぐに脅威将軍に届けてくれ。脅威。上昇、ここには2500人しかいないのですよ。とても守りきれません。食料は全部運び出したか。全部終わりました。早く逃げましょう。この命令書をすぐに趙雲将軍に届けてくれ。脅威。
お急ぎください。車ではなく馬で参りましょう。その方が早いですから。いや、私は馬にも車にも乗らない。城壁に登って芝居がどの辺まで来たのか見よう。敵軍は一時まで迫っているのですぞ。一時もあるのか。では急ぐこともない。上昇、どうだ、一緒に行って見てみないか。上昇、もう逃げなければ間に合わなくなります。これより先逃げると言ったものは切る。妙です。西条の門は開いており、城門の上で諸葛亮が琴を弾いています。なんだと、こんな状況で琴を弾いているのか。私が先に中に入って諸葛亮を生け捕りにしてまいります。ならん、おとなしくそこにおれ。城内にはいくらも兵がいません。諸葛亮は我々を惑わそうとしているのです。いや、諸葛亮は慎重な人間だ。今までそんな冒険はしたことがない。なのに城門を開けているのはきっと兵がいるからだ。父上、もし虚勢を張っているのなら気持ちの高ぶりが琴の音に出るはずだ。聞いてみろ。このことの根には全く乱れがない。やはり虚勢ではない。私は音楽が増えてですから全くもって分かりません。お前が小さい頃にきちんと音楽を教えてやらなかったのは失敗であった。命令を伝えよ。後方を先頭に撤退する。はっ、芝居といえば東大の名将です。その芝居が15万の兵を率いているというのに、なぜ上昇を見て撤退したのですか。彼は私が慎重で冒険を好まないと思っている。だからこの様子を見て伏兵がいるに違いないと思い撤退したのだ。上昇は全く神のようですな。私だったらもう城を捨てて逃げていたでしょう。はあ、他にやりようがなかったからしたことだ。我々には2500の兵しかない。城を捨てて逃げたとしても遠くへは逃げられぬだろう。見ろ、撤退していなければ諸葛亮の策略にかかっていた。はあ、追撃やめ。食料を奪って退け。なぜ勢いに乗じて追いかけないのですか。我々の部隊は数が少ない。上昇は奴らを驚かせるだけで良い仰せだ。行くぞ。趙雲将軍、上昇からです。うん、
外邸が奪われた。すぐに艦中へ退却せよとのご命令だ。当主、軍勢を率いて先に行け。私が新狩りを務める。は諸葛亮が趙雲を帰国道に置いたのは、宗信の率いる魏軍を牽制し幻惑するためであった。趙雲は宗信が蜀軍の撤退を知り追撃してくるだろうと考え、読み通り魏軍の一隊が追いかけてきた。我こそは趙雲なり。趙雲は新狩りとしてその後もずっと道に立ち、蜀軍の退路を守り続けた。そして魏軍が30里後退したとの報告を受け、初めて蜀軍の後を追った。諸葛亮は進撃してきません。何？艦中に撤退するようです。艦中へ撤退？はい、西条で引き込んだところ、あの時諸葛亮の傍らには一人の将軍もおらず、兵もわずか2000人余りいただけだそうです。また艦港の兵もわずか3000人だったそうです。なるほど、それで追ってこなかったのですね。やはり諸葛亮が一枚上か。大軍の将を出迎えていただくわけにはいきません。何を言うたってくれ。私のせいでどの部隊にも損失が出てしまった。だが趙雲将軍だけは一人も兵士を失わず戻られた。これこそ誠の大将だ。恐れ入ります。将軍の功績は黄金50金に値する。部下の兵たちには絹1万匹を贈ろう。いけません。今回の敗戦は全軍の責任です。私が褒美をいただいては上昇の賞罰が正しくないことになってしまいます。その黄金と絹はいずれ上昇から皆にお与えになるために倉庫にしまっておいてください。先帝は生前常々趙雲は人格者だと仰せだったが、なるほどその通りだ。王兵、お前はなぜ道に陣を敷くよう馬謖に進言しなかったのだ。外邸を失ったのはそのせいなのだぞ。私は再三進言いたしました。しかし将軍はどうしても聞き入れてくださいませんでした。お疑いになるなら各部隊の将校たちにお聞きください。王兵将軍のおっしゃる通りです。私たちが証明します。よし下がれ。は馬謖をここに呼べ。お前は兵法書を熟読し戦法は全て暗記しているはずだ。私も外邸がどんなに重要か言って聞かせた。なのになぜ王兵の忠告を聞かず山に砦を築いたりしたのだ。今さら何を言っても取り返しはつきません。今回の敗戦、土地や城を失ったこと、全てはお前のおごり高ぶった心から出たこと。お前が誓約書を書かなかったとしても軍法に照らして処分しないわけにはいかない。私は死刑になって当然が、上昇はいつも私をご自分の息子のように思ってくださり、私も上昇を父と思ってまいりました。今望むのは私の子供を罰しないでくださることだけです。君と私は義兄弟ではないか。君の息子は私の息子も同然だ。安心しなさい。ありがとうございます。
上将、まだ天下を取っておりませんのに知略に長けた者を死刑になさるのですか。昔孫子が軍を強くし天下を取ることができたのは軍法を厳格に執行したからだ。私も軍法を守らなければならない。上将、馬謖の処刑が完了しました。馬謖を軍法で裁いたのは分かりました。ではなぜお泣きになるのですか。馬謖のために泣いているのではない。かつて先帝が私におっしゃったことがあった。馬謖は自分を大きく見せているだけだと。なぜ私はそのお言葉を胸に刻まなかったのだ。泣いて馬謖を切った後、諸葛亮は皇帝劉禅に上将を辞職したいと書状を書いた。勝つこともあれば負けることもあろう。なぜこんなことをしたのだ。国を治めるためには必ず法を用いなくてはならないということなのです。わかった。ではこれを代筆せよ。諸葛亮を右将軍上将代行とし、軍隊の指揮権は今まで通りとする。受けたまわりました。父上、皇帝陛下からすぐに来るようにと。ん？おっ、陛下が私に何の相談かお前にわかるか。いえ、わかりません。諸葛亮の敗北に乗じ私に聖戦を取れとお望みなのだ。次回、最強武将伝三国演義第47話、諸葛亮対芝居。異彩館、民のために。風に舞う花のように、行く宛てさえ知らないまま、幾千もの時を宝トミーと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。